マネマモンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら滝川さんです。よろしくお願いします。元ジョッキー、はい、よろしくお願いします。前回八百長についてのあの衝撃的なお話を聞いたんですけど、はい、どうもそれだけじゃなくもっともっと深い深い闇があるというお話なので、はい、今回聞いてみたいんですが、ちなみにジョッキー歴っていうのは、はい、あのもうオープンにしてるからいいんですけど、はいはいはい、あの6年7年6、7年、6年ぐらいですね、約あのその6年間でそんなに闇に触れるものなんですか？まあ、僕はどっちかというと、まあ、自分で言うのもあれですけど人気ジョッキーだったんで、6年でじゃあ何回ぐらい乗ったことあると思いますか？レースどうだろう、数百とかじゃないですよね。いやでも そんなことない、もっと、いや想像つかない。でも5000ちょい、思ったより多いな多いわ。5000回騎乗してるんです。5100ちょいですね。いや、まあ、普段そんな乗らないですよ多分、はい、僕が人気な人気だったんで、もう毎回本当にたくさん依頼いただいたんで、まあ、それは闇知ってますよねまあそうですね、そんだけ乗ればって話ですね。多分5000回のうちの300回ぐらい八百長じゃないですかね多分比率が生々しいに関わっていると思います。はい、ということで、はい、そんな明けっぴろげにね、現役時代の八百長の話をしてくれた、はい、今の話ではございません。そして競馬法的には、時効が成立している段階でございますので、はい、各所に通報する必要はございません、はい、ということで今回競馬の闇ということなんですけど、はい、もう本当に端的に聞きますよ、はい、バルシーがヤクザってあるんですか？1回だけですね。でも基本あんま少ないです。まあ昔はあったと。ちょっと待ってください。存在してるってことですか？1回だけってことは、つまりその馬に乗ったっていうお話。乗りました乗りました。答えがちょっと一気に詰まりすぎてびっくりしたんですけど。怖かったですよ。ま、待ってください。いるってことですか？じゃあ本当に。いますいます。あのね、ヤクザ側から実は馬持ってんだよねとか、そのまあちょっとスポンス、その悪い企業のスポンサー的な人たちが馬主なんだよねみたいなことを言うのを聞いたことあるんですけど、実際にじゃあ持ってるのは本当に持ってる？持ってますね。そのまあ持ってるけど名義が違ったり、実質そうなんだけど名義は違うよとか、そういうこともできる。競馬の名義って結構厳しいんですよ、申請が。なんか悪いことした人だとすぐ取れなかったりするんですけど、意外とじゃあなんか会社で取ったら会社で取っちゃうじゃないですか、うん、会社だと取りやすいんです。で会社で取って別にお金払うのを別に自分でやっちゃえば馬主になれちゃうんで、馬主になるのって、はい、お金さえあれば、じゃあお金と犯罪歴とか、分かりやすい犯罪歴とかを書く、なければいける。いくらぐらいあればできるものなんですか？司法競馬だったら、まあ、サラリーマンでも馬持ってる人いますよ。結構カツカツになりながら。おー。中には馬主って、だからその、なんかご飯行ったら、うん、なんか高級料理連れてってくれたりとかっていう、うん、まあ結構すごい人っていうイメージもありますけど、中にはですね、僕本当にあるのが、サラリーマンで、うん、もう本当ギリギリの、自分の月収とか遊ぶお金とか全部捨てて、自分の馬一頭持ってペットみたいに頑張ってコツコツやってる人いるんですよ。もう本当に一緒にご飯食べてもカツヤとかで割り勘とかもあるんです。そういう人も全然慣れるっちゃ慣れます。はぁ、きついですけどね。なんかほらさっきキューム代っていうんですか、なんか預ける予託料ですね。予託料、はい、あれでまあ大体平均が30万ぐらい、最低でもそれぐらい月はかかるわけだし、だから馬が怪我とかしたら本当月30万が出てって、レース出ないんで何も入ってこないんでマイナス30万って感じ。しかももともと買うお金だったりとか、そのほかのいろんなお金、消費を入るから、やっぱそうにお金ないとダメですよね。きついですね。税金もかかりますからね。え、馬って税金かかるんですか？かかります。買うとき税金かかります。1億で買ったら1億1000万とか1000万が税金かかっちゃう。いわゆるじゃあ、動産と言っていいのかな、それ財産として扱われる。財産です。だから、めっちゃくちゃ多いのが、税理士の馬主が多いですよ。へぇ、あれ、経費になるんですよ。はぁ、予託料の30万経費になるんで、じゃあ2回レース使って30ちょっとプラスに返ってきました、でも30万の経費で使う。今、共同馬主とかあるじゃないですか。あります。あれってそういうことなんですか？共同馬主は楽しんでやってる人もいるけど、お金があんまないからみんなで出し合ってるっていう人が多いですね。先ほど一度ヤクザの人の、はい、が馬主の馬に乗ったという話ですけど、はいはい、それって
え、の1回だけってことは、なんですか、その八百長のためにみたいな話だったの？逆でした。勝負の時に乗せてもらいました。え、そっちの方は嫌じゃないですか？嫌ですよ。だってめっちゃ嫌です。だって絶対負けちゃダメみたいな感じで、なりなりで、マジ乗りたくなかったんですよ。本当にこれ今でも覚えてますけど、本当乗る的場さんっていう人が乗る予定だったんですよ。もう今の名前言っちゃっていいですか？日本一勝つ、日本一勝ってる有名な、今でも現役な的場さんが乗る予定で、まあなんか的場さんが乗れなくなっちゃって、で調教師の先生から次期は前乗れって言われて、マジかと思って、まだ若かったんで断れないし、でそのヤクザの人も来るんですよ、厩舎に。で自分のとこにいて、頼むぞお前次はっつって、勝負だぞっつって、まあもう仕上げて、休眠さんも必死に仕上げて、レース当日ですね、4番人気ぐらいだったですね、もう勝ったんですよ。ちなみに、あの初心者や素人のために、はい、勝つっていうのは何着まで入ることに？あ、1着です、1着です。1着、まあ、まあまあ3着まで来ればとりあえずは OK なんですけど、はい、でも4番人気だった4番人気です。これ絶対勝たなきゃって感じになるんですか？いや、とりあえず3着に来ようと思ってました。あ、そしたらまあうまく勝った。とりあえず3着以内以下になるとなんか怖いんで、命ないかもしれないから。いやいや、そんなもうそんなことはないでしょ。だから1位取りって下手してぐると4着とかあるんですよ。あ、だから1位を取りに行くのと3着取りに行くのって全然もう天と地のぐらい違うんですよね。あ、そうなんだ。なんかバカラやったことあります、ね、はいはいはい、3位を狙うんだったら3回チャンスありますよみたいな、はい、で1位を取るならもう1回全通して勝ってくださいみたいな感じなんです。だから結構リスクが、もっと別の競技で例えるとあのボクシングとかね、あの格闘技だけと判定勝ち最初から狙っていく人と、判定ないし引き分けを狙う人と、あの KO を狙う人と全然戦略戦術違うんで、分かりやすい、そうですね、はい、っていうことなのかなと思いました。そうです、そうです、そうです、はい、で僕はもう判定負けでもいいから KO されなければいいぐらいの感覚です。はいはいはい、そうやってそういう戦い方になりますっていう乗り方をしたら、うん、まあ、運よく勝ったっていう。めっちゃ褒められましたね。一着ってことは全然クラス低かったんで、賞金は4万円でしたね、はいはい、手当入れて5万ぐらいです、はいはい、でその人にご祝儀で10万もらってだからその代わり次勝った後は多分勝てないと思ってたんで、次は依頼して断りました。あ、さすがにそれは断る。うん、的場さんでいいね、的場さんにお願いしますと的場さんが乗りたいって言ってましたって嘘つけました。え、ちょっとですね乗りたくなかったんで、僕が的場さんが乗りたかったんで、また的場さん乗せてあげてくださいっつって若手の僕が言ってましたその的場さんってでも有名な騎手じゃないですか。むしろ断ってて、しない、いやー、的場さん怪我だったんで、その時は。まあ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 、的場さんクラスになれば負けても、まあ多分言われないんじゃないですか。そんな言われても多分もう慣れてるけど、僕はちょっとまだ若手だったんで。でも、いわゆる反社との付き合いとしてそれは認定されないんですか？今いろいろめんどくさい。当時もちょっときつかった、まだ、まあ、言われてたかもしれないじゃないですか。結構だから怖い人だったみたいで、まあ僕は若かったんで、その人がどんだけすごい人かっていうまでは分からなかったですけど、うん、やっぱりレース行って、まあその人が持ってるってのは結構みんな知ってたんですよ。だけどレース前とかは、おい頑張れよっつって、指詰められるぞお前、4着だとって言われましたね。で怖かったですマジで。まあヤクザジョークだと思いますけどあのでもあれ、それって法律的には OK な？ダメなんじゃないですか。反社との関わりって多分競馬場ダメだと思います。ですよね。え、ということはそれを容認しているっていうのは、それはそれで結構まずい、ね、そうなの、うん、当時はまあいいのか。そんなことないか。まあよくはないけど、バレてないっていうだけ。ああ、そういうことか、はい、あ、さっき言ってましたよね、あの本当の馬主と、まあ、いて、あの建前の馬主ってまた違うのか。そうなんです。だからまあ競馬場側からすると別になんか、あ、じゃあそれを容認している競馬場自体も結構闇深いねっていう話になってきますか？まあまあ競馬場は気づいてますからね。こういう僕が言ったことに関して、じゃあ例えばこの YouTube を見た人が、じゃあ競馬場に苦情を入れたとて、競馬場もそれは気づいてるんですよ、はいはいはい、ただ立証ができないんです。そういうことね。あ、言ったら僕、はい、本当去年の今頃ですか、うん、埼玉県警が自宅に来て、はい、八百長について聞かせてほしいって言われたんです、警察の人に。で、八百長あるのみたいな、その辺を詳しく教えてほしいんだけど、まあ、八百長自体なんか、まあ、あるかないかって言ったら、まあ、僕はないとは言わないですけど、うん、まあ、どう警察の人が頑張っても立証できないから諦めた方がいいですよって言ったら、捜査諦めてましたね。それはね、だって結果ね、うん、結果いろいろやったとて大馬さんに聞くしかないですから。そうなんですよ。馬が証言台に立たない限り立証できないってことですもんね、うん、できないです。馬が一生懸命走ってるかもしれないんで、うん、その時調子が悪いだけとか、調子がいい、調子がいい悪いって分
立証できないですよね。で中には本当スタートして飛び降り歴史とかいますよ。えだけもう多分引っ張るのきつい、死に場合も悪くなっちゃうからスタートした時にわざと落ちるみたいな。え落馬すると例えば競艇だとあの落ちると、はい、すんごいなんかペナルティーになるじゃないですか、はい、あの競馬はどうなんですか。競馬ないですよ。あなんか自分のミスで落ちたりしたらそれはふざけて落ちたらもちろん騎乗停止食らいますけど、うん、なんか事故は大丈夫です。だけどスタートとかは大丈夫です。騎乗停止も1ヶ月だといわゆる懲戒免職的な扱いっていうかなると思うんですけど、基本2日、4日、重くて10日、アウトで30。食らったことありますよ。僕4日はありますよ。4日はどれぐらいの感じなんですか。4日長いですね。じゃあ学校で言うと4日無職になるんで定額みたいな感じ。うん、4日定額です。え4日無職になってつってもそもそもそこそこ稼いでるじゃないですか。いやマイナスがあるんですよ。その4日間のノリマ取られちゃうんですよ。あ、違う人が乗るじゃないですか、はい、で違う人で結果出されたらもうそのまま帰ってこなくなっちゃうんです自分とも。だからジョッキーって休めば休むほど仕事なくなっちゃうんですよね。だから常にのもう抜けで働かないと。え結構仕事としてハードじゃないですか。うん、まあ、ハードですけど楽しいですよね。ちなみにその4日はなんで。ああ僕ですか、はい、まあその進路妨害とかも中にはあるんですけど、まあ僕が有名な例で言うと SNS ですね。トラックドライバーと喧嘩したんですよ。トラックドライバーの人にツイッターで命がけでやれよみたいに言われたんですよ。トラックドライバー命がけだろって言い返したら僕がアウトでした。なんかそういう立場の人だからそういうこと言っちゃダメでしょっつって、で競馬場とそっからでもね競馬場と揉めてやめたんですよ。ああ、いろいろあるんですよね。なんか何が一番その辞めた要因になったかっていうと、まあ、僕まあまあ人気あったんでツイッターとかも結構フォロワーとかも多くて、はい、結構まあ広がりやすかったんですよね。で競馬場の意見としては君が別に有名じゃないジョッキーだったらいいんだよっていうこの一言で僕切れたんですよ。なんで有名じゃない騎手が OK で有名な騎手はダメなんだ、そんなの人種差別じゃないかっていう、この辺でもうバッコーって喧嘩しちゃって、もうここでもじゃあ辞めてやるやつって辞めちゃう勢いで辞めました結構。ああそういう感じなんですね。こんなくざけた競馬場でこんなやつらの下でなんで俺は踊らされてるんだと思っちゃって、バカバカしいなと思ってやめちゃったんですよ、ね、まだちょっと若かったですもんね。いやマジやめない、もうちょっとやりたかったです。うん本当はもっとやりたかった。もっとやりたかったです。もう少し、まあでも今はね、今で結構あ楽しいんだな、はい、実は結構あれですよ、成功されてるんですよ。まあその辺はまたおいおいね、はい、じゃあちょっとさっきのねあの話で、はい、あの馬の気持ちはわからないっていう話しましたけど、はい、ある程度馬をコントロールすることはできるんですよね。できます、でもね、できます、はい、でちょっと聞いたのは馬用の、うん、ドラッグ的なのがあるって聞いたんですけど、まあ、その人間にもあるじゃないですか、うん、合法なマリファナみたいな今あるじゃないですか、はいはい、ちょっとこう気持ちよくなる成分、まあまあ、そうですね、はい、あれがあるんですよ、馬の世界にも。でも走るわけだからマリファナッツよりは興奮したりとかなんかテンションが上がってくる感じ。ガンガンにやります、もうギンギンにやります、なんかわーゴーってなります。それはもう見た目にわかるんですか。一応業界用語ではハブを食わせるっていうんですけど、はい、もう本当にハブを食わせるわけじゃないですか、はいはい、もうですね、やると、はいはい、もうギーンってするんです。ただこれって、はい、ずっとやったらダメなんですよ。だんだん効果薄くなってきて良くなくなってきちゃうんですよ。ちなみにハブっていわゆるヘビのハブから来てるのかなと思うんですけど、はいはいはい、何なんですかそれ。何どういう形の何を食わしてるんですか。なんか薬みたいな感じですね。錠剤というか、まあ、なんか薬っていうかまあ打つ、あ注射、はい、結構ちゃんと禁止薬物じゃないんですよ。ただ、はい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 、まあギーってなるけどまあまあしかもちょっと高くて、でなおかつあんまりずっと使っちゃうと逆に良くなくなっちゃうんで、ちょっと あれですね、抗生物質と一緒で体が慣れちゃったり、まあ、あと合わない馬も中にいるんで。レース直前に打つんですか。前日とかです。まあ当日とかも打つとこはあります。打つのは誰ですか。獣医じゃないですか。獣医さん、競馬場にいる、あ、厩舎にいる獣医さん、ね、厩舎の獣医さんが来てちょっと、その判断って誰がやるんですか。それはまあ救命員さんです。ああ、その仕上げてる、馬を仕上げてる。ああ、そうか。勝負どこで一番いい具合になるように持っていく救命員。じゃあ違法性はないんですか。ないね、これは違法じゃないです。でもバレたらよくない。いや、これは大丈夫です、全然。でもまあ使わない人のが多いですよね。あんまりその時はいいんですけど、やっぱりあんま良くないんですよ。後々
ちょっと馬の寿命が落ちたりもするんで、だけんそのまあ今ここぞをよくするけど、あとちょっとボロボロになっちゃうかもしれない、難しいですよね。ただここだけ決めて、ここだけ具合よくしたいみたいな。今回ね、八百長のこと中心に聞いてますけども、はい、それにまつわるテクニックがあると聞いたんですが、はい、どういうテクニックでしょうか。まあその八百長やるときに、まあ絶対やってたことがあって、これは結構視聴者さんも気をつけた方がいいんですけど、浦和、川崎、船橋、大井か、まあ、南関東って4つ競馬場があるんですよ。で、まあ、ここがやっぱり長競馬で売り上げが一番高くて、まあ、オッズもそこそこ、まあ、保ってる。まあ、ちょっと1人50万とか100万とか入れたらガーンと下がりますけど、早めに来ない馬、まあ、要はもう八百長する馬に、先に単勝を10万ずつぐらいポンポンポンって入れるわけですよ、50万ぐらい使って。そうすると、来ない馬がバーンって人気になるわけですよ。2倍、4倍、7倍、8倍みたいな。で、実際、そのレースで来る馬たちが20倍、30倍とかになるわけですよね。まあ、それは新聞見ても、まあ、お客さんの印とか見て、まあ、ある程度は戻っていくんですけど、うん、まあ、異様に人気してると、お客さんって買う傾向があるんですよ。あ、まあ、なんでこれ人気してるんだろう。あ、でもみんないいと思ってるから、よし、買っとこうか、みたいな。っていう、お客さんに来ない馬をできるだけ買わせるためにオッズを下げてます。だから早い段階でめちゃくちゃ下がってる馬とかっていうのは危ないんですよね。ああ。気をつけた方がいいです、これは。それ、オッズ操作？オッズ操作って言います、ね。はいはいはい。で、餌巻きって言います、僕らは。餌巻いとくんですよ。インゴね。はい。騎手ならではのね。餌巻きですね。で、餌巻きで、直前に僕らだけ、てかまあ、うちらのリーダーが実際に来る馬だけをバンって直前で買うんですよ。ちょっと早めに買っちゃうと急激な動きで結構バレたりもするんですよね。そういう見張ってる人がいるんで。倍率で読むっていうのは難しいっていうか結構あんまり良くないんですよ。でも多分ですけど、なんでこの馬がこんな人気してるんだろうっていう時は覇者の可能性もあります。結構例えば普段50倍80倍なのがなんで今日10倍ぐらいにしかないんだろうみたいな、こういうのはね結構勝負っていう時があります。今、発射って言いましたけど、発射ってどういうことですか？発射っていうのは、さっきは引っ張りだったじゃないですか。まあ、八百長って引っ張りですよね。わざと負けるっていうことが八百長って思うかもしれないんですけど、逆ですよ、この八百長の。要は、じゃあその引っ張ってる馬たちってどうなるのかなんですよ。ずっと引っ張ってると、やっぱり今度その馬が勝負になる時が来るわけですよ。競馬場の、その地方競馬の仕組みって、まあ、半年によってクラスが変わっていくんですけど、勝てないとどん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 下がっていくんですよ。だから、まあ、力が80ある馬と力が40ある馬、まあ80ある馬勝つじゃないですか。でも80の馬がずっと負け続けると、80あるのに40の馬と戦えるんですよ。80は80ってやらないといけないじゃないですか。でも80の馬ずっとわざと負けさせると40の馬とやれるんですよ。でも成績が悪いから30倍ぐらいなんだけど、でも80やる、よし今回仕上げて 80% 出して勝負いこうみたいな、これを発したんです。人気なくなったらでここをバーンって買うんですよ。みんなで集中してここを。これはでも内側から見てないと分かんないし、ない、ね、はい、これはね八百長っていうか、あ、これは僕は八百長だとは思わないんですけど、これは発射とか勝負がけっていうんですよ。これ結構難しくて、まあ、馬も生き物なんで。そうです、今まで聞いた中でははっきり言って八百長とは言い難いですよね。それも含めて予想するしかないですよね。まあこれは内部関係者しか分からない情報なんで、まあ、僕なんかは結構分かるんですけど、まあ、僕も実際今その競馬予想っていうのをもう基本毎日予想出してるんですよ、でその勝負レースっていうのだけしか買いませんよっていうので、僕今6ヶ月連続プラス回収率。ちなみに以前ね、うちのチャンネルに、はい、芸人のジャイさんって言ったんですけど、あの方ってすごい大きいやつ当ててるじゃないですか、僕と真逆なんですよ買い方が。あの人はどでかいの狙うじゃないですか、はい、僕絶対どでかいの狙わないです。絶対に確実なところを取りに行くパターンですよ。いや、どでかいの狙うと税金かかるじゃないですか、めちゃくちゃ。例えば2000万使って4000万当てても、まあ持ってかれて多分700万くらいしか残らないんですよね、意外と。4000万に税金かかってくるんですよ。はいはいはい。じゃあそういうのも想定した上で今されてるってことですね。だけど僕はそうですね、税金かからないような書き方をしてます、ちなみに今もそういう情報収集っていうのは、できてるんですか？僕は入ります。それは誰から？それは競馬関係者です。
で、なんで競馬関係者からそういう情報を奪い取れるかっていうと、やっぱり仲がいいからっていうのももちろんあるし、まあ人によってはやっぱり弱みを握られてるからっていうのもあると思います。このね、いろんな関係性、はいはいはい、実はここに関連するかどうか分かりませんけれども、次の動画でぜひ聞いてみたいところがあったんですね、はい、騎手になりたいって言ってただなるわけじゃなくて、騎手になるためには、専門の学校に行く必要がありますということで、次回はですね、ちょっとその騎手になるための学校のお話、聞いてみたいと思います。その辺で結構いろんな人に出会ってるんですか？ちなみに出会ってます、出会ってます。はい、やっぱり気になりますね。ということで今回はここまでですが、またお会いしましょう。